こんにちは、秋里ゆかです。今回は原田さんが組織をジャズバンドに例えてお話ししてくださるそうです。確か原田さんはドラムを担当されてますよね。ドラムは何でしょうか？はい、皆さんこんにちは。今まで人事のことを随分お話ししたことあります。まあ経営の7割は人事だっていう話で、採用の仕方、いろんなテーマを話したんですが、今日は全く別の切り口で、理想的な組織ってどうなんだろうと、理想的な組織の運営っていうのはどうあるべきかっていうのを、私が50年以上趣味でジャズをやってるんで、音楽に例えて表現したらどうなるかなと思いながら、ちょっと話はまだまとまってませんが、話してみたいと思います。まずですね、私は吹奏楽も交響楽団もいろいろやったんですが、一番長くやったのはジャズです。ジャズの中でも一番大好きだったジャズバンドはビッグバンドと言います。ビッグ、大きいって意味ですね。でビッグバンドっていうのはサックス5人、トロンボン4人、トランペット4人、ドラム、ベース、ギター、ピアノ、17人編成、これが基本編成なんです。でビッグバンドっていうのはものすごいパワーがある、もう生音で聴いても体に響くぐらいダイナミックスがやりがいなんですけど、いろんな演奏の時の考え方があるんですね。例えば全員で音を出す、これをトゥッティと言います。トゥッティというのは語源はイタリア語です。全部、全員で、そういう意味です。全員でドーンと音を出す、全員でメロディーを演奏する、これをトゥッティと言います。ユニゾンというのは同じ旋律を、例えばサックスグループが同じ旋律を演奏する、またはトランペット、トロンボン、サックスのピックアップメンバーで同じメロディーを演奏する、これをユニゾンと言います。ソロっていうのは文字通り一人で演奏する、特にアドリブがあります。それから掛け合いっていうのがあります。掛け合いっていうのはソロプレイヤーが A さんと B さんで掛け合いやるんですね。例えばトランペッター2人が4小節4小節8小節8小節こうやって掛け合いすることもあります。掛け合いにも同じトランペッター同士、サックス同士の掛け合いもありますし、トランペットとサックスの掛け合いもあります。または違う掛け合いもフォーバースというのがあります。フォーバースというのは4小節、これがピアノソロが4小節、その後ドラムが4小節、サックスソロが4小節、ドラムが4小節、トランペットが4小節、ドラムが4小節、このようにドラムを中心に4小節ずつ掛け合いするという、この掛け合いもあります。これがジャズの楽しみで、みんな楽しくやっていくわけですが、その時ですね、どういうふうに演奏の時に注意するかということなんですが、一番大事なことは交響楽団もそうですが、人の音をよく聞くってことです。人の音に合わせたボリューム、人の音に合わせてそこのプレイヤーの音楽を引き立たせるように支える、こういった意識で演奏する、これ一つですね。すなわち周りの音をよく聞く。次は、例えばユニゾンでサックスセッションがユニゾンやってる時はみんなどういう意識で演奏するかっていうと、リードサックスのリード、アルトサックスが大体一番なんですけど、リードサックスの音に合わせてみんな合わせる。プロになるとビブラートまで合わせることができるというふうに言われています。トランペッターセクションもファーストトランペッターの音を聞きながらそこにリーダーに合わせていくというふうに演奏していくんですね。同時にこの周りの音をよく聞く、リードの音をよく聞く、さらに自分のボリュームの調整です。そしてドラムっていうのはですね、ビッグバンドになると一応譜面があります。譜面といっても両手を両足、細かくは書いてありません。大体フレーズだけです。ここでイントロ、ここでトゥッティ、ここでアルトのユニゾン、ここでトランペッターのソロ、こういう構成になっています。その時にドラムっていうのは譜面のどこを見て演奏するか、演奏しているところの譜面を見たんじゃ遅いんです。先を見るんです。なぜ先を見るかっていうと、この演奏の次はどのように展開していくんだろうかっていうことをきちっと頭に置いて、こっからユニゾンに行く時にはどのようにフィリングを入れていく、こっからトゥッティに入れる時にはどういうフィリングを入れていく、トゥッティからストーンとピアニッシモに落ちる時にはどのようにする、もっと細かいマニアックなことを言います。クレッセンドってのがありますね。クレッセンドっていうのは徐々に大きくする、大きくなるんです。徐々に大きくなる時には徐々に大きくしたんじゃダメなんです。
頭トンってやったら、なるだけ音を出さない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 、最後にうわっと持っていくとやると、クレッセントがものすごくダイナミクスが大きい感じ方をしていくんですね。こういったことがこうテクニックです。まあ、ジャズにもよくビッグバンドになりますと、コンダクター、指揮者がいます。フィルハーモニーになるともちろん指揮者があります。これはですね、組織に例えると社長というのは指揮者です。指揮者というのは自分で演奏しません。腹の棒とシャープサンドフラッツぐらいになりますと、自分で手を拭きながら指揮もしますね。そういった自分でソロプレイもするんだけども指揮もするっていうビッグバンドもあります。じゃあ中小企業っていうのは腹の棒スタイル、もう自分でもやるだけど組織を動かすということを考えるわけですね。これが社長の振る舞い。各パートのリードがいます。これがある意味でいくと部長です。マーケティングの責任者、商品開発の責任者、営業の責任者、こういったそれぞれのパートがあるわけです。そのパートのリードとリードがしっかりと人間関係もちゃんと作っていかないと、いいアンサンブルができないですよね。今まで私はアマチュアバンド、ビッグバンドも相当いろんなところで経験しました。早稲田のハイソと慶応のライトミュージック出身だけのビッグバンドのドラムもやったことあります。めっちゃうまいです。一人一人は素晴らしくうまいです。ところがリサイタルが終わるとすぐ解散します。なぜか一人一人の主張がすごすぎて喧嘩別れになるんです。ところが私が平塚で作ったビッグバンドは27歳で作って、いまだにもう50年近くまだ続いています。なぜか、みんなそこそこのレベルだからです。もうぶつかる相手がいないんです。だからあんまりうまくないです。だけど長続きするんです。みんな仲いいんです。めちゃ仲いい組織っていうのは本当に強いのかっていうと、そうじゃない部分もやっぱあります。組織っていうのはやっぱり強いリーダーとそこについてくるやつ、こういうバランスも必要です。 IQ と EQ のバランスも必要です。本当にマネジメントっていうのはサイエンスとサイコロジー、すなわち理屈で考える、理屈で実行する、またはやるサイコロジーっていうのは心です。社員の心を動かしながら実行していく、こういったマネジメントも必要です。ジャズのバンドやるときにも理屈じゃないです。理屈で考えたら演奏できないです。いざ本番が始まったときはものすごいやっぱりエモーション、自分の感情を込めて演奏できるときが一番いい演奏ができるんです。譜面を見てるようじゃいい演奏できないんです。譜面見ずに没頭したときに一番いい演奏ができますということを考えるとですね、やっぱりこの組織のあり方とビッグバンドのあり方とある意味では非常に通じるものがあるなと思ったりします。あるバンドに東大卒が入ってきました。めちゃ頭いいわけですよ。そいつは全てがサイエンスで考える、 IQ がめちゃ高いです。驚いたのは、彼はサックスだったんですが、自分のソロもソロですよ。ソロアドリブっていうのは二度と同じ演奏ができないのがアドリブですね。その東大卒のサックスプレイヤーは自分のソロパートまで譜面変えてきて、何回やっても同じソロをやる。これはね、面白くないんですよ。全然聞いててつまんない。もう文部省唱歌を繰り返してるのかみたいな演奏する、こういうやつもいたんですね。やっぱり会社の中でも組織でですね、お前学校で習った通りやるんじゃねえぞみたいなやつがやっぱりいるんです。もう部下にやらせなきゃいけないのに全部自分でやるやつもいるんです。部下を育てないで自分がいいプレーばっかりやろうとするやつもやっぱりいるんです。ということで、この組織作りっていうのはこのビッグバンドをやるのと同じで、この組織を考えなきゃいけないと思いますね。したがって私はビッグバンドやってる時は絶対にリーダーシップは取らなかったですね。ドラムは演奏はリーダーシップを取らなきゃいけないんですよ。ところがそのミーティングだとかいろんな議論をする時には私は常に黙ってました。主張するとバラバラになるってことで黙ってみんなが言うことをはいはいと聞きながらやってたのが私のドラムの時代でした。ということで、やっぱり優秀なプレイヤーだけではいいビッグバンドは長続きしないよ。これも組織につながることがあります。リーダーの構成とリーダーの振る舞い、これで演奏も変わってきます。ということで、音楽と組織論というのは通じる部分があるなと思います。あとは細かいところは皆さんよく考えてみてください。以上です。何か質問ありますか？組織のあり方をジャズバンドに例える話面白かったです、はい、とちょっと失礼なんですけど、うん、その原田さんの会社は、はい、今ちゃんとトゥッティされてますか？ト
トゥッティ。トゥッティ。おお、みんなで演奏？はい。みんなで演奏はしてます。はい。だけどバラバラで音が外れてます。結構音外すやつが何人もいます。それとね、ジャズの演奏するときにトロンボーンセクションがめちゃ弱いとしましょうか。サックスはすごい上手い。トロンボーンが弱い。そういう時はどうするかって言うと、トロンボーンの出番があんまりない選曲するんですよ。それと同じように組織がね、ここは強い、ここは弱い、弱いところがなるだけ出てこないようなビジネス事業計画を立てていかん。そこを助けてあげるとかしないんですか？いや、もちろん。例えば商品力はあるけどマーケティング力はめちゃ弱い、その逆もあります。マーケティングが弱い時はどうする？マーケティングを育てなきゃいけない、はい、育つまで時間かかる、明日どうするの、うん、弱くても売れるようにと考えると、マーケティングは社内でやるのか、強力な代理店にもっと金払ってやらせるかっていうことも考えなきゃいけないんです。といろいろ考えるんですよ、はい、質問の答えはうまくいって安心したことは一回もないと。毎日苦労してます。今も苦労してます、はいはい、私の苦労はみんな社員が分かって一生懸命頑張ってくれてる、はい、ということです、はい、だから演奏が下手だからって言った時はどうするか、その人が伸びると思ったら育てる、伸びないと思ったらそのパートは入れ替える、足りないと思ったら外から雇うということをやらんといかんですよ、うん、いい質問でした。ありがとうございます、はい、他は、はい、原田さんバンドでドラムされてるじゃないですか、はい、その組織の中でドラムってどういう立ち位置なんですか？あのね、今年3年ぶりにライブやったんですよ。終わった後にもう失敗だらけ、後でビデオ見たらもう見たくないほど、なんだこの演奏はって自分でもうがっかりするんですよ。なぜだろうってやっぱ振り返ったら、久しぶりやったでしょ、人の音を聞きすぎてるんですよ。人の音を聞きながらそれに合わせていったんですよ。だからどうしてもドラムがリードしてない、ドラムが歌ってない、ドラムがグルーヴ感出してない、なんか周りにおどおどしながらついていってるような演奏に自分で聞こえてめちゃ反省したんです。やっぱりうまくいった時っていうのは周りの音を聞くだけじゃなくて周りをこう引っ張っていくっていう意識ね、いつもの演奏なんです。だから要するにリーダーなんですよ。リーダーでなきゃいけないんです、うん、じゃあ社長さんですかね。まあ、あのコンダクターがない時は社長さん、はい、プレイヤー兼マネージャーみたいなもんです。もう一つ例え話言いますね。よく私過去言ったことあるんですが、アップルはロックンロールプレイヤーの集団、IBM はシンフォニープレイヤーの集団。 IBM はシンフォニーですから周りの音をめっちゃ聞いて聞いて、そのハーモニーばっかり考えてやると。アップルは周りの音なんか聞いちゃいねえ、自分の仲間の音なんか聞いちゃいねえ、俺がみたいなね、スタンドプレイする。だからアップルはイノベーション起こるんです。新しい商品生まれるんです。 IBM は世の中変えるほどのイノベーション力があるかと、めっちゃ安定した大企業ですね。だから一長一短あるんですよ。ただスティーブ・ジョブズはロックンロールプレイヤーの一番手だったんだね。ところが彼が死んでティム・クックに代わって今どうなってるか、今ロックンロールプレイヤーがいない。ティム・クックはシンフォニープレイヤーのコンダクターをやってるような感じがします。それが今後アップルがどんなイノベーションを起こすんだろうという期待と不安感があるというのが私の今のイメージです。ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。